PEGI 12. で、まあ労働の流れの中にその熱い展開を盛り込んでいく、これも少年漫画が得意とする分野なんですけれども、まあ、例えばモナドっていう剣を、まあ、一人の少年が持って、それでまあ世界が変わっていく話なわけで、もうその時点でもうかなり荒唐無稽で、もうアニメーションみたいなストーリーではあると思いますし、日本のアニメーションらしい演出っていうのがあるんですよね。で、まあ、テンポというか、あとはそうですね、具体的には、まあ、ゼノグレードをやってほしいんですけど、海外の人にもプレイしてもらいたいっていうつもりで、まあ、スタートしてたんで、それをなんとか外の人に、ゲームっていう媒体の上で、まあ、そんなエッセンスを、うん、できるだけ入れれるようにやったつもりですけど。地震のデザインについては一番最初にイメージとして、僕の中ですけども、機械式の手巻きの時計あるじゃないですか。あれなんかかっこいいなっていつも思ってたんですけども、ああいったその機械仕掛けの時計の中身みたいな衣装をデザインの中に入れてくれというオーダーは一番最初の段階でデザイナーにはした覚えになります。巨神の方がいろんな文化があるので、文化ごとの服装、乗り物、その他もろもろ、用紙とかどうするかっていうのもすごく悩みましたね。メリハリもそうですし、冒険感ですね、やはり一番大事にしていた。で、観光みたいなものですので、次のところ、新しいところにたどり着いたら、やっぱり今までとは違うもの、そういった景観に富んだ場所で住んでる人たちってどんなんだろうっていう想像がやはり一番大事なので、そういう意味で非常に苦労しました。ノポンもちょっとデザイン変えるとポケモンになってしまったりとか、まあ、カービィになってしまったりとか、いろいろねありましたんで、あそこに落ち着けるのもそこそこ大変だったような記憶があります。そうですね、音楽に関してはそうで、特にこういう内容であったりノリの作品は、割と音楽も主旋律がある程度はっきりしたピシッとしたものの方が遊んでる方としては非常に入り込みやすいんですよ。映画音楽みたいなやり方も最初あったんですけれども、あまり映画音楽の方向に傾きすぎると割とぼやっとした感じにもなりかねないので、今回は出演率をメインで押した形で、まあ、やってもらったかなと。一曲の長さがすごく長いんですよね。なんでかっていうと、フィールドがものすごく広くて、で戦闘も自分で戦わないつもりだったらずっと戦わなくて済むんですよね。なのでそのフィールドを一回りする間に曲が終わってほしくなかったんです。なのでものすごい長い尺の曲をコンポーザーさんにお願いして、すごい嫌がられたんですけどけどそれでもやっぱりそれを作ってきてくれて、なので例えばすごくいい景色のところにずっといる間も同じフレーズがループするわけでもなく、もうかなり長い間曲が流れますから、そういうところを楽しんでもらえると嬉しいかなと思います。